まあ話を簡単に説明するとね、僕のね、この間キャスカフェあったじゃないですか。ツイキャスのイベントのキャスカフェっていう。そこに来てくれた女の子がいたんですよ。17歳の女の子が。で、まあ、よりひとくんと、まあ、実は付き合ってると。17歳の子がね、まあ、27歳のよりひとくんと付き合うのはいいですよ。相手から告ってきて付き合ったと。で、その子がね、急に相談してきたんですよ、僕に。LINE で。で、何の相談かっていうと、別れたいと。何があったんよ、つって。なんか付き合って彼女になったはずなのに、会ってするだけだというわけですよ。彼女らしいこと一切されてない、こんなのって彼女なんですかみたいなでなって、まあ今僕に相談しに来たと。でこれを俺がね、この間ちょっと匂わせ暴露みたいなことをしたんですよ。そしたらよりひとくんが女の子に即 LINE 送って、お前なんか暴露しようとしてんなみたいな、お前の父さんに言うぞとか言ってるんですよ。よくわかんないことを、まあ、いやちょっと電話するわマジで。しかもリーヌくんの顔じゃんこれ。はいはいはい。え、今日何の話か分かってんの？いや、キモノちゃんからは大体は聞いてますけど、僕なんて言われてるんですか？ん？いや、今話聞いてるって言ってたけど、どういう話を聞いてたの？僕の知り合いの女の子がいるんですけど。知り合いの女の子？知り合いっていうか、いろいろ手伝ってもらってたんですけど。彼女じゃなくて？はい。え、そのどういう風に僕言われてんの？いや、まあいいや、とりあえずじゃあ聞いた話を言ってよ、今。今のが全てです。知り合いの女の子がいて、その人に何て言われてる？ん？ペラペラ言われてるって話。内容は聞いてないってこと？はい。はいはいはい。だから僕もよくわかんないです。え、それ知り合いの女の子っていうのは何歳なの？17ですよね、多分。いや、わかんない。え、いや、君が言うその知り合いの女の子と俺が言う知り合いの女の子わからんからさ、一致してるかどうかわからんから、何歳なの？だから一回その、どういうふうに言われてるのか教えてもらえたら。とりあえずじゃあ、17歳の子なんだね、それね。その人と関係はどんな関係なの？僕は手伝ってもらってたんですけど。何よ。じゃあそれなんか手伝ってもらったっていうのは YouTube の撮影とかの動画を手伝ってもらっただけで、別に体の関係とかないってことね。それ以外にも、うん、ちょっと荷物運んでもらったりとか。はいはいはい。ああ、じゃあ荷物運んでもらって動画の撮影協力してもらっただけの人ってことね。いや、だけじゃないですけど。じゃあ質問変えら、体の関係あったの？いや、なかったですけど、その僕がどういうふうに言われてるのかが、うん、あ、ないと。え、だから僕がどういうふうに言われてるのか教えてもらえますか、まず一通りの流れ。ちなみにその知り合いの人の名前って今言えますか？言っていいんですかこれ？あ、別に言っていいですよ。え、みゆさんですよね。あ、そうっすね。はい、わかりました。じゃあちょっと本人呼んでいいですか？ちょっとグループツアーで電話するんで。あ、これ切った方がいいですか？はい、お願いします。はい。あ、女の子、もしもし。はい、もしもし。頼人さんが今言ってた知り合いの女の子っていうのはこの子でいいんですよね？はい。じゃあ女の子、ちょっとまず頼人くんが、まあ、体の関係もないし彼女じゃないって言ってんだけど、はい、まあ、ちょっと最初から話してもらっていい？あ、なんかこれこれさんがさっき言ってた通り付き合ってたんですけど、体の関係っていうか、なんか会ったらやって終わりみたいな感じで、彼女扱いされない感じがずっと続いてたみたいな感じです。いつから付き合ってたんだっけ？5月ぐらいですかね。うん。それちなみにさ、付き合ってたっていうのは、それどっちが告白したとか、なんかそのあれはあったの？あ、でも頼人さんが、うん、からですかね。頼人さんから付き合いたいって言って付き合ったってことね。はい。で、付き合ったら実際になんかデートとかするんじゃなくて、ただなんかホテルとか、どこでやったの？ラブホーです。ラブホー。はい。それさ、君、ちなみにさ、君が17歳っていうのはやる前から伝えてたの？頼人に。はい。どうやって伝えたっていうか、なんかもともと高校生って17っていうの知ってるんで、本人は。え、なんか身分証とか見したの？一番最初に会った時に保険証だけ。保険証を見せたと。はい、で、その後付き合ってやったと。まあ、だそうですけど、頼人くん。それだけですか？いや、とりあえず今この話だけです。うん。いや、まずこれが、じゃあ事実か事実じゃないか答えてもらっていいですか？事実じゃないです。うえ。うえ。ちなみに女の子、頼人くんの家に行ったことあるんですか？はい。はいはい。え、これ僕いつ反論できるんですか？あ、今別に反論してもらってもいいですよ。はい、じゃあ頼人くん側の話、じゃあ聞かせてくださいよ。もう一通り流れを言った方がいい。あ、どうぞどうぞ。僕のリスナーでずっと手伝ってくれてた人がいて、はい、その人が紹介したっていう感じで、その子。お前先に言っとくけど、お前今もし嘘ついてんだと本当許さないからね。あ、はい。はい、どうぞ。それで手伝ってもらってたんだよね。あ、これ言った方がいいのね。あ、はい。ん、いや、誰と会話してんだよ。あ、いや、ちょっと来てもらってて。うん。あ、まあ、後でちょっとお願いしますけど。まあいいよ。まあ、どんな言い訳をしても、お前の嘘はめくれるからね、ちなみに。え、てか、僕、責められるんで。だって、
第三者でその両方の話を聞いてあげる感じじゃないですか。うん、あ、そうそうそう。だからまあじゃあお前の話聞くわ。どうぞ。僕の見方もしてくださいよ。だって僕生放送苦手なの知ってるじゃないですか。だってお前嘘ついてるじゃん。それはまだ分かんないじゃないですか。一通り聞かないと。責められちゃうとなんかもう言えなくなっちゃうんで僕。わかりました。じゃあちゃんと見ます。じゃあ頼人さん側のなんか意見としては何なんですか。はい、この女の子が嘘ついてるってことですよね。だって。ちょっと有名なんですけど、その子の紹介だったんですよ、もともと。有名な人からの紹介だと。はい。それで、引っ越しとかも手伝ってもらいました。どうしても動画やらないといけなかったんで、掃除とかはお願いしましたね。お金も全然出していいっていうふうに言ってました。身分証っていうか、住所、その住んでる家が僕の契約じゃないとかあったんで、まあ、何かあった時のためにっていうので、取ったと思います、その時は。身分証を取ったっていうのはどういうことですか？見せてもらったっていうことですか？それとも写真を撮ったんですか？写真を撮ったと思います。はい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 、なるほど。それで？そっからこの子がメイド喫茶で働いてたんですよ。その話関係あるの？ああ、まあ一通りの流れなんでちょっと聞いてもらえますか？女の子それは大丈夫なの？そういう話は。あ、大丈夫です。ああ、大丈夫なんだ。はいはいはい。まあいいや。はい、はい、それで。お店に行ったりとかしてたんですよ。そっから確かに、いや、好意があったんですよね、その時。頼人さんが女性に対して好意があったと。あ、好意が。好意があった。好意があります。いい子だなと思ってました。はい。で、そっから頻繁に会ってなくて、連絡しても連絡取れないんで、基本的にそんなに会ってなかったと思いますし、会っても僕、荷物運びとか頼んでたんですよ。はいはい、夏かな、7月か8月とかに会ったんですけど、病んでるみたいな言われたんですよ。なんか会えないみたいな言われたんで、僕は結構その家のこととか手伝ってもらったし、下手になんか怒られても困るなと思って、まあ、僕がなんかしたのかなと思って、はい、俺なんか悪いことしたって聞いたりとかしてて、はい、でやっと連絡取れて会ってなんか話聞いたら、はい、なんか同級生の男の子とやったっていう。別に今回の話と全く関係がないんだけど、お前何の話してんのマジで。だって、いや、そう、じゃあそういう相談を受けましたと。はい、それで終わりですか？だって付き合ってる時にそれをしてるんですよね。付き合ってたんですか？やはりどっちなんですか？あなたさっき付き合ってないって言ってたんですけど、付き合ってるんですね。じゃあ付き合ってたんですね。これちょっと責めてません？どっちなの？いや、違う違う、俺が聞いてるのはまずこの子と。いやいや、じゃあこの子と付き合ってたんですかって。言い方悪いよ。まあ、そもそも付き合ってる風になってるんですよね。付き合ってるのに、うん、なんで僕に相談をするんですか？そういうひどいことをされたっていうのを彼氏に相談してたんじゃないの？じゃあ僕一通り言っていいですか、これ。ああ、まあじゃあどうぞ。はいはい。メイド喫茶って言ってたじゃないですか、さっきの。クビになったみたいなの言うんですよ。聞いたらお客さんとなんか関係持ってて、普通に彼氏いるっぽくて、それでクビになってるみたいで、うんうん、メイド喫茶の方も、はいはいはい、クビになったみたいに言うんですよ、自分が悪い、うんうん、そういう風にいろいろとねじ曲げて僕に言ってくるんで、聞いていたら、あ、違うやんってなっていって、うんうん、で僕はなんかだんだん、あ、危ないなと思って引いていったんですよ。ほうほうほう、引いていったと。で、僕はそもそも紹介してくれた人にずっと相談してたんですよ。ずっと相談してて、急に LINE が来たんですよ。うん、LINE が来て、なんで来たんだっけな。なんか僕は精神科医のつもりで接してたんですよ。引いてはいたけど、人間関係切るのはなんか筋が通ってないのかなと思って、で僕はそのちゃんと聞いてたんですよ。もう全部なんか仲出し自分でしてるのに、この話をちゃんと聞いたんですよ。僕は急に、あ、そうだ、あ、いきなりでごめんねって言い出したんですよね。ほうほうほう。別れたいみたいな言われて、うん、僕はその男2人とその関係があると思ってたんで、どうしたのって聞いたの。うまいわけやな。うん、はいはいはい。また相談しすればみたいな感じで言ったんですよ。つまり LINE で頼人さんと女の子のやり取りで、女の子がいきなりでごめんね、別れたいと言って、頼人さんをどうしたと、で電話をかけて言ってるんですけど、これは頼人さん側からすると、その男2名と別れたいと思ったってことですか？自分とではなくてってことですよね。いつも通り相談ですよね、本当に。そういう主張ですね。それでも僕おかしいですかね。いや、おかしいとかじゃなくて、話はそれで終わりってことですかね。それでなんか僕が怒られてると思ったんで、その情緒不安定だなんで、その人が。なんで俺が巻き添え食らわないといけないのかなと思って。意味わかんないなってずっと思ってて、僕も精神病行ったりとかすればみたいな感じで言ってますね。つまり、8月以降は。責めないでくださいね。
責めないでください、ね、うん、8月以降は会ってないんですか？ LINE の履歴今頑張って見てるんですけど、はい、いや9月か8月の間ぐらいには会ってるかもしれないです、もしかしたら。女の子、ちなみに最後に頼人さんとホテルでなんかしたのいつですか？8月31日です。新宿かな。で、頼人さんはそれ覚えがない。僕は新宿に、寿司食べたのを覚えてます。この女の子とですか？はい、間違いないです。会ってはいるんですね。あ、はい、だから言ってるじゃないですか、僕は会ってるって言いましたよ、ちゃんと、はい、そんなにトーク下手ですか？何時に会いました？いや、わかんないっす、ですか、それは。寿司、ああ、そうですか。ちょっと女の子に確認したいんですけど、メイド喫茶がクビになった理由は、なんか お客さんとつながってたからな、はい、てか、お客さんをこう彼氏にしたからっていう話があった、それ事実なんですか？いや、もともと、そろそろ、私、高3なんで、進路的にも、バイトしてる場合じゃないなって思って辞めて、お客さんとつながったっていうか、辞めた後に。つながったっていうか、もう関係持ってたやん。関係は持ってた。いや、そこなんか嘘ついてもしょうがないからね、だって。DM で話してたっていうのは本当ですけど、別に会話の関係があったとか、付き合ってたとか、そういうわけではないです。いや、言ってたじゃん、もう。ちなみになんかこれ、ヨリトさんが、この女の子が僕にまあ、暴露ってわけじゃないけど、まあ、LINE でヨリトさんとの関係をまあ話したと。で、それをヨリトさんは把握したと。で、その後に LINE で、俺との LINE を暴露して何がしたいのか意味がわからない。お父さんに事情説明して相談するよ。泣きつく形じゃ。これはどういう意味なんですか、これは。ちゃんと、だから僕は脅してるって言われますけど、ちゃんと分かってもらえる人に相談するよって言ってるんですよ。で、泣きつく形には。なるけどって言ってる。それがお父さんってことですか？そこが一番いいのかなと思って。ちなみに女性のお父さんと会ったことあるんで、面識はあるんですか？ないっす、ないっす、ないっす。でもないっすけど、誰か第三者がいるようだったら、もうお父さんに頼むしかないのかなと思って言っただけで、僕はその泣きつく形はなるけどってちゃんと言ってますよ。脅しみたいにならないように。女性のなんかそういうのは知ってるんですか？お父さんに連絡するってどうやって連絡するんですか、まず。あ、いや、僕だから住んでる場所は把握してるんで、お家にお伺いして、その直接別に話し合うってもいい、うん、いいですっていう意味です。僕の話を聞いてほしいなと思ったんですよ、うん、っていうか LINE でさ、女の子がさ、はい、9月12日に会ってすぐホテルに行ってやるだけの関係で彼女扱いされないと思った、だから別れたい。これに対して、もし君が本当に彼女と、はい、この女性の方と付き合っていない、またホテル行ってやってないんだったら否定すると思うんですけど、なぜ LINE で否定されなかったんですか？僕を指してないんで。じゃあこれ誰を指してると思ったんですか？僕の中で2人候補がいるんですよ。そっちのことかなと思うじゃないですか。だって毎回毎回なんか問題起きるんで。てかさ、女の子さ、頼人とさホテルに行った証拠みたいなのないの？いや、ないですね。何もないの？いや、ちょっと待ってください。あと僕ちょっともう全部言い切れてないんですよ、マジで。ああ、そうなんですか。はいはいはい。何のまだ言い切れてないところあるんですか？付き合ってないって言ってるんですよ、その子。付き合ってないって言ってる、はい、それは 何でですか？ LINE でですか？ LINE で言ってます。僕にじゃないです。誰にですか？共通の知り合いで、一応 YouTuber の人なんですけど。女の子、それは本当ですか？いや、それはだって頼人さんが言っちゃダメって言ってたから言わないって言ったんですよ。でも言ってるやん。それをお前が言わしたんだろ。でもそれお前が言わしたんだろ。あ、ていうか、言わしたっていうか、相手から LINE 来ないと言わせれなくないですか？ん？でも共通の友達でしょ？はい。まあいいや、じゃあそれ 見してもらっていい？それ、なんなのそれは。あ、変わっていいですか？今いるんですけど。あ、はいはいはい、いいですよ。変わるね。女の子さ、その日のさ、ホテルの領収書なんか持ってるわけないか？なんかないの？何か。ちょっと待ってください。ちょっと確認してみます。うん。うん、まあそれがあれば、だってもう、どんな言い訳もできないからね。どうするよ、もう無理やろ、これ。でか、お前さ、ごちゃごちゃ言ってねえでさ、お前が話せや、まず。なんで女に変わってもらってんだよ。え、なんか今、さっき多分話してて分かったと思うんですけど、言葉足らずなとことか結構多いじゃないですか。なんでこれこれさん、味方してくれないですか、僕の。いや、無理あるでしょ、だってその言い訳。その言い訳、無理あるくないですか、より人、正直。LINE のトークが、ちょっとは味方してだってこれ、LINE のトーク、捏造ではないんですよね。捏造は。捏造じゃないです。熱ではない。まきびやろ、こんなんさ、口喧嘩なんて、慣れてないんだから、こっちはさ。口喧嘩で慣れてないとか、口喧嘩じゃねえぞ。向こうは証拠が出てるんで、こっちが全然、まあ、なんでしょう。悪いの？悪いっていうか、その、私たち証拠も何もないし、今のとこ言葉でこういうの言ってました、聞いてましたしか言ってないんで、まあ確かに信憑せないっていうのは、すごいわかります。うん、いや、そうっすよ。もういいよ、もう着物ちゃんが分かってくれたらいいよ。
でも本当に何なの女の子証拠はあったんですか？ちなみにどうですか？あ、今送ります。なんだよ。ホテルの写真。あららら、よりひとくん寝てるじゃない、ぐっすり。えよりひとくんぐっすり寝てるじゃない。それは家じゃないですか？はい、家ではありません。これは確実にベッドです、ラブホの。一応俺最初に言ったよな、しかも前に全部証拠あるって。ないっていう風に俺は匂わせてて、お前がどんだけ嘘をつくのか見てたんで、ずっとこの女の子と付き合っててホテル行ってたの。まあ、もう一回聞くわそれじゃあ。はい、うん、どっちなの？ああ、はい、行きました。あ、そう。じゃあもう、はい、殺してください。なんで嘘ついたの？死ぬかと思ったんで。どういうこと？え、私にも嘘ついた。おい、アルティメットボンバーさ、お前なんか偉そうなこと言ってたってよ。え、お前が言ってることって片方の意見しか聞いてねえから偏った思想になるんだよ。両方の意見を平等に聞いて初めて真相っていうの見えてくんだよ。おめえみたいなさ、より人が好きなのか何なのか知らねえけど、より人の意見だけ聞いて女の話を嘘って断定すんなよマジで。いや、1ヶ月前から相談とか。あ、ごめん、ほんと。いや、ごめん、ほんとに。ほんとごめん。ごめん、ごめんね。ごめん、ほんと。これもしかして付き合ってたんだろう、おめえら2人。あ、はい？そういうことじゃねえの？この女とやっ。じゃあ泣く理由よくわかんねえんだけど。いや、ごめんなさい。ああ、そういうことか。お前さ、よりひとさ、マジでさ、お前のこと信じてたやつまで裏切ってんじゃねえよ。すいません。仲いいのにごめん、本当に。すいませんでした、怖くて言えなかった。本当ごめんなさい、マック。いや、いいよいいよ、ごめん、本当に、俺が悪い。でさ、お前さ、お父さんに言うっていうのも、だから結局、暴露されたら困るから、父さんに言うっつって脅してたよね。言い訳してたけど、さっき。そういうことだよね。そういうことになると思います、ね、で、なんかメイド喫茶の元彼がとか今彼がとか言ってたけど、より人と女の話だよね、あのラインって。まあ、はい、分かってました。うん、嘘つくなよ、ほんとしょうもね、言い訳してさ。お前何女脅してんだよ、普通に別れろよ、普通に別れろ、女別れてっつってんだから普通に別れさせてやれ。普通に会話を普通に話したかっただけで、後腐れないように話したかっただけなのに、普通にこうやって表に出すんで、あ、出すと思ったんで僕は。知らなかった、本当に、うん、ごめんね、本当に。ごめんねってさ、お前さ、お前が謝るのってそこの隣にいる女なの？見えない、謝んない。申し訳ありませんでした。もしじゃあみんなさ、一番怖いのが画像がなかった場合、こいつずっと嘘つき続けるからね。はい、そうです。あ、プーさんどうしたんですか？で、あ、どうも、こんばんは。パリチ系のものです。はい。よりひとさん、どうも、はじめまして。はじめまして。過去に僕一度あなたのところにコメントしたんですけど、僕のこと知らないっておっしゃってたんですけど、はい、ご存知ですか、僕のこと。あ、ちょっとわかんないです。あ、そうですよね。僕、コレさんの動画に、いつも出させていただいてるパリチ系のものです。やっとお話できました。僕、ずっとお話ししたかったんですよ。僕、あなたのこと大っ嫌いなんで。まず、お前、てめえが助かるために、17歳の女の子差し出して、はい、なあ、そいつをお前隠れ蓑にして、てめえがな、最初に話したクソみたいな話でなあ、相手の女の子がクソですよっていうのを周りに知らしめて自分の立場上げようとしただけだろ、こら、おい、なあ、やり口汚ねんだこの野郎。はい、汚いと思います。汚いと思うなしじゃねえんだこの野郎、人事かこの野郎。はい、で、なんだお前さっきからコレコレさんに僕のこと責めないでください。てめえ裏で女責めてんじゃねえかこの野郎。なあ、てめえ自分より弱い立場のやつにしかお前強く出れねえんか、お前。俺誰でも一緒だこの野郎。これこれに対してもてめえに対しても一緒だこの野郎。気に食わねえこと気に食わねえって言うんだわ、おい、はいはい、何お前さっき裏でお前このアルティメットなんとかとかお前チンパンジーお前喋ってる間後ろでガタ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 言ってたな、お前。同じようにこれこれに言えや、こら、おい、言ってみるや。あ、はいはい。どう見て態度変えてんじゃねえぞこの野郎。ああ、てかおめえさ、なんか着物にもなんたらとか言って、着物ちゃんなら分かってくれるとか言ってたけどさ、どういうことお前。着物にも嘘ついてたのお前。そうです。お前全部に嘘ついてんじゃん、てめえ守るために嘘ついてるばっかじゃねえかお前、クソは。やばいなこいつ。はい、そうです。あ、はい、なんか着物が言いたいことあるらしい。ああ。まあ裏切られてるね。着物ちゃんさっき聞いてたっしょ。こいつさっき、キモノちゃんさえ信じてくれれば僕はそれでいいですって嘘つきながらそれ言ってたんだよ。やばくね。いや、マジやばいね。それ鳥肌立つわ。ね、ほんと鳥肌だよ。マジガチ、出所がサイコパスだよ、お前。
本当に。お前出身地サイコパスだろ。うん、絶対サイコパスの石から生まれたんだよお前。なんやねんサイコパスの石って。あそこで写真出てこなかったら、うん、お前のことまだずっと騙し続けるつもりだったんでこいつ。いやそれもちょっとゾッとしちゃうね。お前マジやったな。もう救えねえぞ、うん、マジで。あれもう救ってあげられないよ。ごめんね。着物ちゃんでも言えなかった。でも俺前回言ったよなおめえに。もう二度とないよって。もう本当に一回だけで。昔のことだって言ってけじめつけようねって信頼して1年半ね YouTube もね正直伸ばしてもらったしタッグでいろいろやってたけど、まあそういうとこお前好きだったのに真摯に向き合うとこ好きだったのにこれはねえよ。でお前どうすんのこれから。まずすいません、考えれないです。もう何も考えれない。そんなね甘ったれたことじゃ終われないから。あの経験上なんですけど、お前またやるよ同じこと。ゆりひとさん、一つ質問いいですか。ゆりひとさんって今回何が悪くてこんな炎上っていうかこんな風に叩かれてるんですか。分かってないですよね。分かってないのお前。俺多分分かってないなと思って聞いてたんですよ。ちょっと待って。は？だから質問したんですよ。待って。ちょっと待ってください。パッとは出てこないです。だから一番の問題は出てこない。だから変わらないっつってんですよ。お前はマジで思いやりがねえんだよ、はい、てめえのことしか頭にねえから。だからてめえが都合のいいように物事を動かそうとして、で結局ねこれこれみたいに頭切れるやつの前では全部お前それがバレちゃうんだよ。物事の本質見ろって。はい、どうすんのお前。しばらく表には一切出ませんで考えます自分で。やっぱ人のこと言ってる動画は全部消したらほぼじゃん。筋としてはそうだよね。ほぼゼロやん。やっぱねえ、自分が一番クズみたいなことをやってるのに。でお前もう絶対次しないんだろうな。まずはい、もう次したらどうすんの。殴られますって。バカじゃねえのお前。いやでバカじゃねえ。誰が俺のこと殴りてんだよお前。触りたくもねえよお前。活動をしばらくやらないっていうことはもう明確なんで。いや期間じゃないと思うんだよね。なんかやっぱり迷惑かけた人に謝りきるまではやめた方がいいと思う。現状分かる人でいいから自分で思い当たる人探して謝れる人には謝るっていうのは筋だと思うよ。それが終わるまでは全員とは言う。結局さごめん、うん、な話途中でごめんね申し訳ない。なんかそのさ、はいはい、休止とかなんかしばらくやめますってさ、要はさ俺さよく YouTuber とかでそういうの見るけどさ、なんかなんだろうな俺それ何の責任の取り方でもないと思ってて、っていうのはさ要はほとぼりが冷めるまでただね隠れてる雲隠れしとくっていうだけの話じゃん。あ、まあ、逆に言ったら逃げになっちゃいますよね。そうそう、誰かの休止とかっていうの話をさ聞くたびにさ俺いつも思うんだけどさ、それを自分のほとぼりが冷めるまでさ静かにしとこうみたいなさ、なんか俺そういう風にしか取れないんだよね。お前より人、うん、お前女の子のさ保険証の写真持ってるとか言ってそういうのも全部消しとけよお前。もうあと女に連絡取んなよ。今後関わらないようにします。で今後関わらないようにするっていうのは謝罪はこの場で終わりってことなの。あいえ今その辺も曖昧なんでね。あすいません今謝罪します。本当に申し訳ございませんでした。今後はもうかかりません。もう嫌な思いをさせないために僕は関わることはしません。すいませんでした。いやすいません、画像探し必死になるのやめてもらっていいですか。今のそのラーメン何なの。テラッチョっていうね、アビコのラーメン。んー何これこれこれ、まずそうじゃん。これバカやん、これ広島風お好み焼き、お前めちゃくちゃうめえぞ、これ。これお前ネギたっぷり、お前、シソたっぷりだ、お前。シソはいいや。シソはいいや、いや、じゃあシソないとダメだよ、お好み焼きは。落ちた方がいいんですか。で、女と連絡取んなよ、落ちた後。もう落ちていいんですか。うん、失礼します。はい、ということで、まあ、じゃあ女の子ね、ちょっと申し訳ない、こんな時間までになってしまって。はい、うん、まあでももうこれで多分きっちり別れたってことになるから。自分のことだって17歳で伝えてたんでしょ。17と付き合うようなやつあんま良くないから、はい、付き合うのはいいかもしれない、はい、なんかやろうとする時点でもうそこはね、好き、相手が好きだろうがなんだろうがやっぱ断るべきやから。はい、うん、そういうのは気をつけた方がより一層、はい、うん、すいません、ありがとうございます、はい。